はい、皆さん、おはようございます。時刻は9時30分を回りました。嘘のような、本当の輪の時間ですね。皆さん、じゃあ、関中元気ですかということでね、今週も私、パーソナリティードイヒデトと、土井秀人と東京から、WO、え、イースト、e、ドクター水素ボトルの北条正弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい ということでね、いやいや、沖縄もこうね、寒い寒いって言っていも、1月っていうことではあったんですが、あのー、皆さん、ね、元気でいるのって,って僕ら毎週こうしてね、お話してて思うんですけどやっぱりね、体あっての骨ネラだなーっていうことで僕はあのーね、日本全国、ほとんもよくよくね、関西も東京もなんですけど行ったりすること多いじゃないですか、はい、やっぱり元気な土地柄ってあります あもう地域性はありますね,、うんねまあ、関西やっぱ元気ですよ元気ですよね今日の試練さんのいらっしゃる関西は本当に元気ですうんうん、うん、なんかね僕結構みんな怒ってんのかなと思うぐらいの時は <laughs> なんかね町が活性化してるといえばいいんでしょうけど<ー>、ね、大きな声でね「落ち込んでんねん」っていう人いますよほ <laughs> んまかいなってなっちゃうんですよそうじゃなくてこう関西バージョンみたいなほんまかいなな 感じの方ですかね細かいな,な<日>本当の話。ね本当の話であの試練さん。はい。おはようございます。おはいございます。はいそんな賑やかなのかわかりませんけどもあの私ねそうは言っても大阪茨城茨木市,市からね、えー、お越しいただいた試練由美さん今日ね。 ゲストにお迎えしております。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いますはい。ということでね、えー、シレンさん、あの茨木市はどどうですか。大都会ですか。梅田とかあの北新地とかしか知らないんですけど。いやもう、うん、あの大田舎です。あ、そうなんですか。はい。高台というかちょっと山の上の方。うん、沖縄はどうですか。何回目かですか。二回目ですね。二回目。はい。 まだ二十歳なのにはいあなましたすません年齢お聞きしてないんですけどもあの二、ー、回目最初は最初はね三年前ぐらいに<あ>もう豪雨の嵐の時に来させていただきましてそれはな何をしえっとねお仕事で<お>はいあまあじゃあ 観光っていうかあのいろいろ巡ったりは,観光はねほとんどしてない感じですね。<ー>仕事してさっと帰りました。あそうなんですね。はい、ね今回ちょっとでもね行けるといいですよね。ねねはい。真夏はね本日さんも何度もありますけど真夏はやっぱ暑い。うん,うんうん。だ、うん、から結構この季節ならねゆっくり行けるところがあるといいなと思いますけれども。ね大阪どうなんですかみんな怒ってます？ うん、みんな怒ってます、ね。嘘。<laughs> <laughs> 元気がいい印象というのね。元ね,ね元気ですよ。ね,<え>、まあね。昨年はあれもありましたしね。あれ<え>？あれですよ。ああれね。あれです、ね。あれもありましたもんね。流行語大賞取ってしまいましたね,ね。あれもあったじゃないですか。<laughs> ああ、ね、素晴らしい、うん、確かに、あ、あの大ファン、ね、おじさん、あれ、あれは何年ぶりだったんですか。<laughs> そんな隠すような内容でもないし。いや、まあ、ね。三十八年ぶりですよね。ねうん、はい、シネ練ゆみさんはい、もともとは、あのー、学校出られて、うん、エステサロン。はい。十八歳から。あ、本当ですか、うん、デビュー、お早い。感じですね。そうです、ね、うん、それやっぱり。 いや<お>、あのー、自分の進路を考えた時に、うんあのー、やっぱり仕事って。 8時間働くじゃないですか、うん、そしたらその8時間がストレスやったら人生ストレスになってしまうなというふうに思ってやっぱり自分の好きなものとか成長できるものとか、うん、好きな人とか、まあ、尊敬できる人たちとまあ一緒に時を過ごせたらなというのでのこれはもうスタートされたんですかう うわー度胸ありますすねねいいいややはでもちろんお好きなのもあったんですけどそうもともとやっぱり肌荒れにめちゃくちゃ悩んでたので<あ>なのでえっとねあのもうずっと物心ついた物心違うかあの思春期ですね中学校2年生ぐらいからずっと肌荒れで悩んでまして、うん、ああ女性ってこんな肌荒れで日常の生活というかまあ景色が変わるんだって。 なんかお肌って、まあ、心とこんなに直結してるんだなっていうのを感じて私が悩んでるっていうことは世の中であの悩んでる女性って多いんじゃないかなというふうに思いまして、まあ、それでまあ自分の何て言うのかな悩みを克服する場所から、まあ、それを自分の経験から、まあ、そういうのをこう希望を届けれたらなというので、まあ、エステサロンをしたいなというふうに始めましたね。 うん。本でもうまつげもゴーン、ロングボードみたいになってるんですね。そうなんですよ。見えてるね見えてる、見えてるみたいな感じがしますけども。もう十倍ぐらいにさせてもらいました。いや素晴らしい。でも本当にまつげいくとかやってるんですか。やらない。そうやってす。目をはみ出してつけまつげをつけさせていただいてます。あのまあ僕あんま申し訳ない詳しくないですけどそのエステサロンは基本的にも体の そうですね東洋医学の考え方をベースにしたエステサロンですね。はい、なので、うん、やっぱりもともと自分が持ってる免疫力だったりとかあと回復力自然治癒力っていうのを引き出して、うん、あの自分らしくあの生きていこうという、うん、そういうサロンのコンセプトでやらせていただいてますなるほどそのののササロロンンンンンコセプトのサロンのお名前はビバンガーデンです。 ビバンですね。ビバンガーデンです。ビバ昨年流行ったビバンですね。そうなんですよ。ね。私のサロマネシだったのかな。実は別版。別版ってことですね。そう。と、と、イントネーションがやっぱいいですね。あ、そうですか。ビバンみたいな。こう、結構落ち着きます、私は。フランス語ですかね。そうですね。フランス語。セボン。 先週、ね、あのフランス映画を見たら、まあねあのー、優しくささやくんですよね、フランスの人って。眠くて眠くな、ね、い、いい映画だったのに、ね、すごい眠くてささやくんですようん、うん、けどど、ね、怒るシーンになると、ね、火ついたように怒るんですよね、フランス人ってね、うんうん、このギャップなんだろうなと思いましたよ。こんなにに優しく語ってるのに、うん 大阪の人のやっぱり印象は男でも僕音楽の世界にいてバンドでデビューしてくる多いんですよ関西人絶対関西弁ですからねどんなおっさんになっても譲らないじゃないですか全然直そうとして東京弁なんとかじゃんなんか死んでも言わないし感勘違いだよってやってますからその元気さっていうかノリとツッコミボケやっぱ。 最近お笑いとかめっちゃはやっててねやっぱりなんで落ち着くかっていうとそこにあるような気もするんですよ面白い自分1話したら56普通に帰ってくるですよ。どんなふりしたらいいですかシエンさんどんなふりしたら帰ってきますバンバンんでも元ヤンキーとしては何よご存じであれですけどちょっとわかんないですよ いや、出身はね、滋賀なんですよ。あ、そうなんですか。もう、あの田舎の最果ての。ええええ、アイゼルとか、よう自分の明大前に焼きそば作ってやりましたあの、西川貴則ってあの、TM レボリューションやっとったやつとか。ええあれ、滋賀でやってて。滋賀ですね。コンサメ喋いとって、って言ったから。滋賀県ですわって。なんかおとなしいんですね、滋賀県はでも。いや、そんなことないあ、そうですか。うん。やっとんすあの、ゴミ拾いしてました。 ごみ拾い拾いい、いはしてた良い子ですあっそうなんですねちょっとね見た目がねヤンキーに見えますけどどこまでかいや、そんなもんだかない今日、テレビをご覧間違えて今日ラジオをお聞きの皆さんですけどもはいでもどんなえっとそれでずっとあれですかもうその今、茨で、いや茨城はもう住居で住居ではい ど、どこでされてるんですか?。サロンは滋賀で。あ、うん、そうなんですね。ずっとも、滋賀でさせてもらう、<ー>隠れ家的な。サロンをさせていただいて、て紹介性の完全紹介性の。なるほど。ね。はい、で、そうなんやってて、やっていらしてから。うんうん、ちなみに、この。 美容もそうですけど健康もってから水素ボトルとはどんなちなみにの時にですねあ思い出した19といえば CM1 回入ってきますよねはいはいはい頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号03 はい嘘のような本当の輪ということでね今週も楽しくお届けできてるかなと思ってますけれども東京からドクター水素ボトルの北条正弘さんと今日はね、えー、茨城滋賀県からかな、うん、今ね、えー、お住まいのところから、えー、人生2回目の沖縄県にお越しいただきました紫ン、由美さん、えー。エステサロン、えービバンビバン ガーデンガーデンを、ね、経営されているということではあるんですけども <laughs>、ね、やっぱりこの美容と健康という中でドクター水素ボトルの出会いをというので、はい、19歳に結婚しまして、はい、で20歳で出産しましてで、まあ、28歳であの自己免疫疾患の SLE というのを突然発症しましてで29歳で離婚をしたんですね。うん でまあ、そこから、まあ、自分でなんていうのかな健康も経済もあの自立しないといけないなということで、まあ、たくさんその健康やったりとかそういったものをこうなんていうのかなで、まあ、自分がいいと思ったら私は黙っとけない性格なんで、まあ、それが自然にお仕事の仕組みになってたら嬉しいなという形でうまあそれやったら、まあ 本来だったらね病気やったらあのお仕事ってすごくあの難しかったりとかあのマイナスに働いたりとかってするんですけれども、まあ、病気を生かせれる仕事っていうのが、まあ、誰かの,あの希望になったりっていうところにつながればいいなと思いましてう、まあ、そういった自分の経験も全部あの紙面に変えてですね、うん、あのお仕事していけたら嬉しいなということで。 はい、でまあドクター水素ボトルとの出会いというのはもともと水素っていうのがすごいっていうのを分かってましたし体験もあったんですよ。もともと水素のお風呂から水素の情報は得てましてそれで、まあ、自分の体の,あの、ね、すごい関節がね痛くなるっていう一つの症状がありましてまたリウマチとは違うんですけれども骨は変形しないんだけれども関節痛っていうのがも,ものすごいもう痛みでもう死にたくなる。 ぐらい、もう寝返りも打てない。の部分もうね、手がこの状態で、朝、もう伸びないんですよ。リュウマチ。リュウマチで、うん、リュウマチの症状に似てるんですけど、骨は変形しないんですよね。で、だから、お布団めくるのもできないし、髪の毛を、あの、くくるのもできないし、うん、メイクもできない。こうばっちゃってる。そうなんです。朝にね。で、それが水素のお風呂につけた時に、あの、すごく伸びるんですよ。 1で一日持つっていうのが体験があってそこからまあ水素のお勉強というか知識を得らせてもらったらあこれはすごい病気の人にもいいしあのこれからの未病の方にもすごい健康に貢献してくれるものじゃないかなとでまあすごい効率がいいんですよね。 活性酸素の除去っていうのが今までビタミン C だけやと思ってたんですよ、うん、そしたらえ世界一細かいちっちゃな原子でそれがもう脳,脳なんかも簡単に行くっていうことはすごい効率で、まあ、我々の体っていうのにアプローチしてくれるなっていうのはちょっと感動的でして。で まあその時に水素ガスっていうのも知りまして水素ガスが一番体の中に取り込むっていうのを聞いてたのでまあその次に水素ガスとの出会いがあって、まあ、それですごいまた体感がありまして、うん、あすごいなと思ってたんですけどすごい大きかったんですよそれは。あな,るほどなのであどち <laughs> 持ち運びが大変で。ですか<う>お値段も お値段はねまあまあそこそこやったんですけれども<ー>まあいつもあの持ち運び担当で <laughs> ずるずるになりながら一応見えてないのであの美しい奥様がちゃんと喋れるかどうか心配で心配で <laughs>、えー、ご主人の仲居さんがね隣に待機はしておるんですけども <laughs> 今んところセリフなし、はい、ということで持ち運びをしていただきそうであのやっぱりそれを吸わないと、まあ、自分の体のパフォーマンスも違うしその。 ななんていうのかな体の疲労の回復度も違うしもちろん痛みも違うのでこれが毎日積み重なっていったら良くなるのと悪くなるのですごい差が出るだろうなっていうのもあったのでやっぱり欠かせないものになってたんですよ自分の日常の中で。ただ持ち運びがありやなっていうのとやっぱりそことの会社のご縁っていうのがやっぱりこうあの遠のいていってましたのでいろいろなその考え方の不一致だったりとかっていうのがあったので。 まあ本当にこう真心品質で <laughs> あの本物というかとあとはやっぱ持ち運びができるものそしてあのなんていうのかな水素の品質というかうん、うん、そういったものをすごく求めてて4年探したんですだいたい4年やったかな。 ぐらい探してましてずっと吸いながらもね探しててなんか世の中にはもっといい水素ガスがあるはずやろうなと思ってでずっとずっと探しててでもひょんなきっかけからですね「由美ちゃんいっつも重い水素のガス持ってるけど私の知ってる水素ガスすごくいいよ」っていうので。 紹介していただいたので、なので思いもん持ってた甲斐があったなという。<ー>うん、前向きです。そそこであの紹介をいただいて、いでその時ね水素ガスの同じドクター水素ガスのその話がこの W オーストさんのこポンポンポンっていろんなところから入って、<い>だからご縁があったやなというふうに思って感謝してます。うん それがおよそ。今から何年。二、うん、年。二年。二年,、うん、年ぐらい前ですね。あっという間ですね。うん。 でもすごいってなって北条社長の,あの水素の知識をあのお聞きしたときに今まで水素には詳しいと思ってたんですよ、えー、でも、うん、北条社長の話を聞くと水素のクロートほどびっくりする水素の真実やってでこの事実はやっぱりあのたくさんの方に知っていただきたいなっていうのとやっぱりお金でもあの商品でも結構今ね詐欺が多いんですよ。 うん、でやっぱり知識がないとその判断ができなかったりとか間違った選択をされる方もすごく多くて私含めやっぱりあのたくさんの方が被害に遭っているということで、うんま、本物の情報をお届けしてで、ま、健康を育んでいただきたいなというのでも,うもちろんお仕事にさせてもらって、うん、お伝えさせてていいいいいただるるととううう経緯ですすねなるほど、はい、ありがとうございますもう分かりやすい、ね、ご説明。<laughs> あのー、まあそ、ね、いわゆる、まあ、詐欺もねうん、うん、詐欺というかまあ実際いらっしゃるんだと思うんですけど要はその確証できないエビデンスなんて言いますねうん、うん、要はあの北條社長の方から数字の出ているパンフレットもそうなんですけど血流はご覧になりました、うん、やっぱり見て、うん、ええー、と思われた部分もうん、うん、でそれはここここだからねきっとね,っ,とねっていうようなところとかを、うん ね、体験されましたよねやっぱりそれ水素風呂に入る時体験なかったですよねそうですねまあでもね <laughs> 気持ちいいのは体感はあるんですけれども実際あの高濃度のね、うん、水素ガスをっていうのでやっぱり目から鱗になりますよねそうですね,ね<ー>なんかうんすごい真実の情報に、うん、ありつけたなというふうに思いましたしやっぱりなんかこう,う あのまあ一言で出てったらその詐欺って言われるものかもしれないんですけどやっぱ私本物の定義はないうふうふに考えてるんですよなのでその目に見えるものはもちろん大事やしこだわりも大事やし成分も大事やしなんですけどなんか一番本物の定義って真心なんじゃないかなというふうに思うんですね。 うん、でやっぱ詐欺の会社だったり商品ってその真心が <laughs>、ね、<laughs> ないのでやっぱりそうするとそのエネルギーっていうのを、まあ、自分に取り込みたくないっていうのがやっぱりあって。 でその細胞一個一個にこう意思があるっていうのを聞いたことがあって私もそれを感じてますので瀕死の状態の時にやっぱり60兆個の細胞に話しかけましたもんこ、ね<ー>うん、うするときちっとは細胞って答えてくれるんだなっていうふうに思うとやっぱり細胞が喜ぶものっていうのをこう取り入れたいなとか。 北条社長だってもう真心でしか困難できないじゃないですかもう9年間ずっと同じ話をずっと全国回ってされてるっていうのは何か心がないとあのそんな行動はできないんじゃないかなというふうに思いますしでそうしたら、うん、やっぱり命がある今そういう活動できるっていうのはすごいありがたいですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょょっと一旦ねね、はい、りましょう、ねはい 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211 はい嘘のような本当の輪ということでね私土井秀人と、えー、ドクター水素ボトルの北条さんそれから今週はシネ由美さんのね、えー、大阪、えー、滋賀県の方からねお越しいただいてますけれどもまあ嘘そみたいなお話なんかね予感的には続々と出てきそうだなっていう気がしてるんですけどもどうでしょうしゅンさんこのご自身のね、はいまあ、サロンのこともあると思うんですけどもうん、うん、その美容と心の健康のために出会った水素ボトル2年ぐらいですか まずはご自身が当然ねこれはなかなかしっかりしたもんだぞとなってお使いになって変化言ってもこの辺変わってきましたとかあります体調の管理のために絶対外せないものとして日常の習慣になっているのである生活っていうのが当たり前なので。 ない生活っていうのをもう怖くてできませんのでそのどっちも比べることはできないんですけどあるからこの状態が保ててるんだなとかあの水槽を吸ってるから、まあ、その回復が早くなったんだなとか、まあ、そういうふうにこう比べられないんですけれどもあることに感謝しながら、はい、生活させていただいてます。あの水槽 体感がない人なんかにあの一辺一週間ぐらいやめてみてって言うんですよ。やめてみるとすいません嘘をついていましたって言って。あのね結構ね本物ってね使ったらわかるんじゃなくてあの使わなくなった時にわかるんじゃないかなって思います。うん。なんか名言素晴らしい。いただきたい失ってあなたの愛を。そんな感じね。はい。うん。あそんな風に感じますね。ね。なので私はえっと三回ぐらい死にかけてるんですよ。 で、2020年、21年、20年、うん、1>, 1年、年 1> に4名1週間宣告もされてますので、サンズの皮はちょっと、何回か。あ <laughs> あ、そうです。かけちゃうぐ、はい、らい、もうスケッチできるぐらい。 でオレンジの光がふわっと当たったのでもういよいよ多分本当にやばかったと思うんですねでよく言われる走馬灯とかも2周見ましたんで一変再生済みはい再生してます先生おっゃったんですね脳がちょっとやっていきましょうかせのうそそういうのあるんですねまたもう特番級の話にねやってきそうですけどえそれは3度ですか度ぐらい過去 うんもうちょっと覚えてないんですけれども何回も死にかけてますえ、えちょっともうどうせならおを禁じたいんですけどその死にかけてっていうのは事故じゃないんですよね事故じゃないです、病気でお体病気そのね、お名前が試練さんっていうぐらいありますよね試練の人生をはい、あの、え、え、同じ病気ですか同じ病気うんその3号というのはそうです、そうです、そうです そう私自身がねやっぱりその薬に頼るんじゃなくって自分の自然治癒力に頼りたいっていうところがありましてなのでその自分の自然治癒力っていうのを。 応援してくれるというか引き出してくれるようなあのもので自分の体っていうのをあの作っていきたいなっていうふうに思ってましたのでなるだけその弾薬をしたいなというのを目標にやってきたんですけどやっぱり私の病気はすごく複雑でなかなかそこが、うん、あのコントロールがすごく難しい。 っってていいううののと、っていうのでね、すごい宿泊してたんですけれども、まあ、自分の判断であの弾薬したいっていう思いの方が先行してですね弾薬をしてると、まあ、大体そうですねあの5年ぐらいでこの SLE っていうのがねステロイドを何て言うのかな服用しないと大体5年で あのー、生存率がぐっと下がってしまうっていう病気なんです<ー>でステロイド治療によってまあ命が延命してきたというあの経緯があるらしいんですけれどもでも,でもずっとお薬飲み続けんといけないわけですよねそうなんですそうなんですよ、ね、なのでやっぱりなるべくその自分の自然治癒力っていうのをこう引き出してあげるものっていうのであの自分の体を作りたいっていうふうに思ってましてその一つにやっぱり水素っていうのはすごく役立ってくれてるっていう形ですね、うん ね、再生肥料製貧血の、ね、上野夏美さんなんてうん、うん、26畳飲んでたら今2条に減ってますかねステロイド、えー、すごいですねすごい減、うん、26畳もうご飯ですこうなったらあのー、何回も死にかけてるんですけど復活する時の方がバージョンアップしてるんですよ オッケーです。今のお話は。お父さん、いいっすよね。来週また、もう来ていただいて。はい、サイヤ人のようです。はい、ね。両気はこちらでお持ちします。ちょっと多めにお願いします。はい、ええ、今週もね、劇でお届けしました。嘘のような、本当の魔法上さん、ありがとうございますはい、ありがとうございました。はい、ええ、試練、グミさん、来週もぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。